ほー、一助くん。ねえ、日曜日一緒に遊びに行かない？あ、ごめん、その日はちょっと。ふん、あの子に告白しに行くんでしょ？え、なんてそれして。一助くんのことなら何でも知ってるよ。これまで付き合った女の数、合コンした数まで知ってるもんね。なんだよそれ。おかしいよお前。それじゃまるでストーカーじゃねえか。ストーカー？私はあんな安っぽいのと一緒にしないでよ。私はあんなに汚らわしいものじゃない。汚らわしい？そうなの、お前の方が汚らわしいよ。ストーカーよりつとな。どうして？だいたいどこにその王の確信持ってったんだよ。てか何のために？そんなの決まってるんじゃん。一助くんを私のものにして、それから私も死ぬの。何考えてるんだよお前。異常だよ。異常？そもそも私をこんなにした一助くんがいけないんじゃん。責任取ってくれるよね？ちょっと待ってて。やだ、待たない。あ、これで私のもの全部。私もすぐ行くからね。待っててね、一助くん。